皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は7月の8日、天気予報の方は曇りのち晴れみたいな、ちょっとね、薄曇りというような予報になっております。気温はね、暑くなりそうな感じですね。昨夜七夕でしたけれども、どうでしたでしょうか。私はですね、世田谷に住んでおりますが、ちょっとね、薄曇りであまりよく見えませんでした。昼間はね、すごく暑くて、こりゃ天気のいい天の川がね、よく見える七夕かなと思ったんですけれども、ちょっとね、夜は残念でしたね。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われているんですけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは松尾芭蕉194番目の句です。五秒年経て、忍ぶは何を忍ぶ草。五秒年経て、忍ぶは何を忍ぶ草。1684年、松尾芭蕉41歳の時の句です。それでは解説してみますね。お社は何年もの年を経て、ひっそりとしております。一体何を忍びなく心配しているのでしょうか。忍ぶ草がやたらに生えているご様子だなぁと、このように芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに中身を細かく見てみましょう。今日のこの句、194番目の句なんですけれども、ですね、まず今日の句はちょっとね、難しいんですね。まず上五、五秒う年へてとですね、7文字で難しく、字余りで始まっております。五秒というのが、五代五帝の五秒という前書きが添えてありまして、かなりね、こう由緒あるお社であるということがわかると思います。この五秒というのは、その五代五帝ということですから、五代五天皇のね、天皇家の何かまつわるよほどのお社なんですが、その祖先の霊を祀るところという、そういう、まあ、意味合いがあるわけですよね。ですから、かなりのその由緒ある、いわれのある天皇家にまつわるのではないかという言われているお社があって、そこが何年もの年を経て、まあもうね、芭蕉は江戸時代の方ですから、相当の年を経て、ひっそりと忍ぶように、そして忍ぶ草と言われている、忍ぶ草というのは植物で季語となっておりまして、これが秋の季語となっているんですね。ですから、忍ぶ草というのが下五に、締めで入っておりますので、五秒うとしと、こうちょっとね、変なところで区切りが、あまり良くないんですね。そしてへってとこで2文字余ってしまっています。ここでもまた区切れ、しのぶはなにをと、ここでやっと7文字に戻り、そして下五が
しのぶぐさと収まってるんですね。ですからちょっとね、あの5秒というのがあまりにも神々しいこう題材なので、ここでちょっと区切りがね悪いんですが、それを別の言葉に場所は多分ね言い換えられなかったんでしょうね。で、5秒年経てちょっと字余りになってしまっております。で、さらにその深い内容としては、そのね、後醍醐天皇の五病であるというような言われがある社なんですという、まあ驚きが尊敬、いろんな意味があって、まあここに五病というのを扱っているんですけど、年を経てと、何年も長い年月を経て、そして、まあ尊敬語ですからね、五病というふうに敬って、そして、忍草が生えています。これは何を物語っているのでしょうね、というふうな書き方をされているわけですね。ですから、場所はそのいわれのある、天皇家のいわれのあると言われているお社なんだけれども、何年もの長い月日を経て忍草がうっそうと生えていて、秋の風情を醸し出しながら何か、忍んでいるような、もうね、例えば人影がないような、なんか静かな、忍草がね、うっそうとして、もう人影もないような、なぜこんなにまでも忍草がこう生えてしまっているのでしょうか、何を忍んでいるんでしょうねと、何かを物語っているのでしょうか、何かこう寂しげな秋の風情をいかにも醸し出していますね。このお社は立派なお社なんですが、忍草にね、もううっそうと包まれてしまっていて、何か秋の寂しさを感じますね、と、そのような句かな、というふうに読み取れるのではないかと思います。ちょっとリズムも悪くてね、読み方も難しい句ですが、最後にもう一度ご紹介して、お別れしたいと思います。芭蕉194番目の句です。五病年経て、忍ぶは何を忍ぶ草。五病年経て、忍ぶは何を忍ぶ草。1684年、松尾芭蕉41歳の時の句です。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。また来週、さよならー。